皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。本日は予告通りラジコン飛行機の飛ばし方第19回ハイヨーヨーまたはレイジエイトをお送りします。が、まずはハイヨーヨーの説明から。これはウィキペディアにあるハイヨーヨーの説明画像です。赤い方が普通の旋回で、青い方がハイヨーヨーです。一見すると意味不明ですが、実際には簡単です。飛行機に限らず、車でも自転車でも曲がる際には減速しますよね。車や自転車であれば減速にはブレーキですが、飛行機の世界での減速はすなわち上昇です。つまり旋回前に減速のために上昇、旋回終了後に降下して加速というのがハイヨーヨーです。非常に効率がいいため飛行機は普通に行えます。ちなみに上の画像は戦闘機のハイヨーヨーで、効率の最大化のために途中からひっくり返っていますが、民間機ではあそこまでの減速と加速は行えません。ではレイジエイトとは何かですが、効率よく旋回するために行うのがハイヨーヨーで、それを演技化したのがレイジエイトです。ハイヨーヨーを繰り返して8の字飛行をすると多分レイジエイトになります。実はよく知りません。さて、それでは早速やってみましょう。風はカメラ右後方から6ノットです。使用機体はいつものスピットファイアマーク24、幅 1100mm、 飛行重量 1.5kg、 バッテリーは 4S1600mAh。 それでは行きましょう。 OK です。ローリング、ちゃんと助走するとかっこいいですよ。アンド、ローテート、ギアアップ、これは普通の旋回です。はい、どうぞ。ここからハイヨーヨーです。上昇しつつ旋回します。旋回の頂点を高度の頂点とし降下します。これを繰り返します。現在行っている軌道はそこそこ高軌道な民間機風の弱いハイヨーヨーです。減速してから旋回になるため、バンクアングルの割にかなり小さく旋回できるのが特徴です。映像だとウィングオーバー風に見えますが、実際角度が浅いウィングオーバーです。一見すると高度を変えながら旋回していますが、実際に変えているのが速度で、高度が変わるのは副作用です。さて、ここからペースを上げてみましょう。ペースを上げたため機体が一時的に海面に近くなります。ここからラダーの使い方が通常とは逆、つまり旋回方向と逆に動かしているのがわかりますか。つまり現在の軌道は応用の動作に入っています。本講座では応用は扱わないといった記憶がありますが、現在は応用の軌道です。なので皆さんは前半のハイヨーヨーで満足しましょう。軌道が乱れてきていますね。何事も繰り返しましょう。繰り返せないのはできていない証拠です。ここからさらにペースを上げます。さて、それでは着陸しましょう。ギアダウン、ランディングフラップ。飛行機は着陸が9割です。着陸失敗したら全部台無しです。離陸、旋回、着陸は永久に練習しましょう。私の着陸は美しいでしょ。着陸が良ければ上空のミスなんて忘れてもらえます。さて、次回はインメルマンターンとスプリット S をお送りする予定です。それでは高評価とチャンネル登録をお願いします。
柚木ゆかりがお送りしました。